皆さん毎度です、マッドです。8月の5日と6日に霞ヶ浦で試乗会が行われるということで、緊急で動画を作成しました。これはですね、ゴーマッド資料館にあります2005年のストラトスボートのカタログになります。この社長さんの顔を覚えておいてください。でこちらがフェニックスボートのカタログですね。あれ？社長さん？と私は最初見た時に、あれ？なんかどっかで見たことあるなと思ってですね、ストラストスボートのあのカタログを見直しました。するとですね、あ、同じ人だというのにこの時に気づきました。そうです、この方がゲイリー・クラウスさんですね。現役のエリートプロでもあります。でこの人が作ったボートがフェニックスボートなんですね。でこのゲイリーさんなんですけども、もともとこの OMC 時代のストラトスボートにも関わっておられました。このあたりは私の過去の動画を見ていただければ、説明というか詳しく解説をしております。関東の方々はこの頃のストラトスボートに非常に憧れた方も多いんじゃないでしょうか。吉田浩二さんとか本山さんとか、私も非常に憧れました。このカタログは1999年のカタログで、実はですけども、私が初めて乗ったボートが、バスボートもストラトスボートで、この時期の262だったと思います。ということで当初は私もストラトスボートを買おうかと思っておりました。でそういったですね、ストラトスボートが好きだったという方はですね、ぜひこのフェニックスボートを体感していただければと思います。なんといってもストラトスボートに関わっていたゲイリーさんが作った船なので、非常に乗り味が似てるんじゃないかと思います。船の作りとかですね、形とかなんか似てるんじゃないかなと私は感じておりました。絶賛販売中なので、関東の方はぜひこの機会にですね、一度フェニックスボートに乗っていただければと思います。で今回ですね、木坂さんがなんと霞ヶ浦にファルコンボートを持ち込んでいただけるということで、こちらもぜひですね、関東の方々には体感していただければと思います。今全米でですね、非常に人気急上昇中のボートではあります。なかなかこういう機会はありませんので、ぜひお気軽にお越しいただければと思います。まあ私は行きませんけどね。こちらがその試乗会の案内です。霞ヶ浦では有名なサムライボートサービスと木坂製作所、それから RBS さんのコラボなようです。ここに書いてあるのでは、フェニックスとファルコンボートの関東での試乗会は初めてだそうです。8月の5日6日の土日です。ぜひですね、お気軽にお越しください。やはりバスボートは見てるのも楽しいですが、乗ってなんもじゃないかと思いますし、この料亭はですね、霞ヶ浦のような荒れた、場所では非常に力を発揮するんじゃないかと思います。ということで試乗会、ぜひお越しください。それではまた、シーアー。